先輩、そもそも今回ってなんでこのメンバーが集まったんですか？それ聞く。今回集まってもらったのは他でもない、テククラに。ちょっと待って。今回ね、新たな企画があるんですよ。ほう、はい、マネトレ。リピートアフターミー。マネトレ、マネトレ、マネトレ、マネトレ。同じスキー履いてるんですけど全く違うから、まあ、チャレンジしてみたいなっていう気はあります。彼女はやっぱりこう、うん、スキーがこうシャープに動くっていうか、力強い人じゃないとできないですよ。昔スラローマだったから、お前ちょっとやってみる。すごいこう教科書通りの滑り方だと思うんで、うんうん、僕でも真似できるかもしれないなと思ったんで、どうしても僕にやらせてほしい人がいるんですよ。はい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 、行く。俺自信あるかも。やらせてもらっていいですかね。やってもらっていいですか。やりましょう。やってみていいですか。いいんすか。できるんすか。いや、できるできない別にてか真似できる。できるできないじゃないんです。そうですね。ごめんなさい。トレーニングを彼女に指導してもらってるんでしょ。バカ野郎。申し訳ない。今回はなんとですね、マネトレご本人登場という、さすがだわ。これにて今回の撮影を終わりたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様。はい、ありがとうございました。